おはようございます。こんにちは。こんばんは。諸星すみれでーす。はい。ということで、ついに私の YouTube 個人チャンネルを開設いたしましたはい。初回から大盛り上がりなんですけれども、いや、まあ、私からしたら、この YouTube チャンネル開設っていうのは、かなり前からこう温めてきた企画っていうか計画だったので、まあ、やっと始められたかっていう感じなんですけど、まあ、見てる方々からしたら、ね、スーちゃん急にどうしたんだと。スーちゃん Twitter でさえ、ね、全然更新できないのに YouTube なんかできるのかと。そもそもあなた誰やねんって思ってる人とか、いろんなことを思ってる方がいると思うので、今日はですね、この動画では、この私の簡単な自己紹介と、YouTube 始めてみようと思った理由と、あとこれからどんな企画をやっていきたいか、どんなチャンネルにしていきたいかっていうのをお話ししていけたらいいかなと思います。なので最後までぜひ楽しんでみてください。はい、では早速自己紹介の方からやっていきたいと思います。なんか改めてこう喋ると恥ずかしいですね。名前は諸星すみれです。劇団ひまわりに所属しております。主に声優として活動しています。はい、1999年4月23日生まれ、牡牛座の AB 型です。AB 型じゃないよまか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 。なんで AB 型って言ったのか自分でもよくわからないんですが。まあ、緊張してるということで、多めに見てください、皆さん。はい、牡牛座の A 型です。はい。もう、バカ真面目。良くも悪くも頑固。そんな性格でございます。あと何話そうか。好きな食べ物は、焼肉です。まあ、お肉全般、何でも好きです。鶏も、豚も。でも、特に、生肉好きです。特技は、なんかこれと言って言えるものはないんですよね。強いて言うなら、歌うことが好き。で、カラオケとかもよく行くので、まあ、今後、その、歌ってみた動画とか、そういうのも投稿できたらいいなって思ってます。ねえ、他になんか面白い特技が見つけられたらいいなって思うんですけど、まあ、今までね、なんか挑戦したりとか、そういう時間もなかったので、この場を借りて、いろんなことに挑戦して特技をね、なんか面白いものを作っていけたらいいなと思います。はい。で、次がですね、YouTube を始めようと思った理由なんですけど、まあ私今までずーっとこう、学校とお仕事とっていうのを両立して頑張ってきたんですけども、それだけで結構手一杯だった部分があって、まあもともとそのさっきも言ったけど、バカ真面目で、で、容量が悪くてってことなので、あんまり自分でこう、時間とかうまく使えてなかったなって思っていて、でもそれが、つい先日、大学を無事に卒業することが、できたんです！本当によかったもう皆さんのおかげでね、無事にヒヤヒヤしました。本当に、日々泣いておりましたが、不安でいっぱいでしたが、無事に卒業が決まって、もうね、学校がないという、勉強しなくていいっていう、自分にはこの初めての経験というか、初めての状況に今いるわけで。だからなんかまた新しいことを始められたらいいなと思って、で、そう今まで挑戦できなかったこととか、行きたいなって思ってたけど行けなかったとことか、そういうところに、たくさん行けたらいいなと思って。で、それをこうやって YouTube っていう形で、皆さんと共有できたらいいなと思って、今回、始めようと思いました。いや、もともとこうやってね、話すのも得意じゃなくて、ラジオとか出てもグダグダだし、イベントとか番組とか出てもね、全然うまく喋れなくて、皆さんに助けてもらってばっかりだったので、なんかそういうこう、喋るとか、トーク力みたいなのも、ここでなんか、磨けたらいいなと思っています。楽しくね、自分を磨いていこうと思います。なので、温かい、お目目とお耳で見てください。よろしくお願いします。では最後にどんな企画をやりたいか、どんなチャンネルにしていきたいかっていうお話なんですけど、皆さん、
ご覧の通り、お分かりの通り、この YouTube チャンネルのタイトルも、あの、スーチャンネル、カッコ仮っていう形になってて、まだね、これというものを決められてないんですよ。だから、そういうのも、もしよかったら、皆さんから、こういうのいいんじゃないっていう、なんか案をいただけたら、ちょっとそれを踏まえて考えて、みんなと一緒になんか決めていけたらいいかなって思ってます。そう。で、インスタグラムも、ちょっと始めてみたんで、ねえ、どうなってることかしら実はこれ撮影してるのがね、インスタグラム開設の前なんです。だから、そう、インスタグラムの方がね、どんな感じになってるかよく分かってないので、で、私も今までね、そういうものにあまり触れてきたことがなかったので、使い方とかもよく分からずで、まあ皆さんにね、なんかもしかしたら、あれ、すーちゃん違うよ、みたいな、なんか変なになっちゃってるよ、みたいなお恥ずかしいところを見せてるかもしれませんが、でもそういうところで、例えば、私にこんなこと答えてほしいっていう質問とかを質問箱っていうのかな、そういうので募集したりとか、例えば、まあ、この YouTube チャンネルのコメントでもいいんだけど、こう私にこういう企画をやってほしいとか、自分たちは今ね、なかなかその遠くに遊びに行けないとか、時間がなくてこういうのできないから代わりにやってほしいっていうのを私に言っていただければ、そういうのできる限り、叶えていけたらいいなと思うので、こう、みんなで一緒に作る、みんなが楽しめる YouTube にしたいなと思います。世代も、性別も、問わず、本当に、いろんなことに何でも挑戦していきたいなって思ってるので、ぜひぜひ、ご協力ください。はい。ということで、今日の動画は以上になります。皆さんにいろいろお伝えできたかな？ちゃんと伝わってるかな？不安なところもありますが。でも本当にね、楽しみな気持ちがすっごく大きくて、で、こうやって一緒に YouTube を始めるってなった時に、こう支えてくれるね、仲間がもうすでにたくさんいるので、その人たちと一緒に楽しく進めていきたいなと思っています。では、この動画がいいなと思ってくださった方は、チャンネル登録。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。合ってるかな？ YouTuber っぽい？コメントも、たくさん、ぜひぜひ送ってください。全部見ますので、よろしくお願いします。あと、その概要欄の方に、私の Twitter と、インスタグラムのリンクも貼っておくので、ぜひ覗いてみてください。フォローもよろしくお願いします。ではでは、これから皆さんよろしくお願いします。またねー。